大網白里市立大網中学校は、千葉県大網白里市金谷里にある公立、中学校。千葉県大網白里市金谷号275番地、昭和22年後、十山部村組合大仙中学校創立23年、四、市水穂、大と両中学校を合併、四河村組合立大仙中学校となる28年、四、 一山戸村との合併により、大網町、大網中学校となる29年12、一大網町、白里町、増穂村、福岡村の一部の町村合併により、大網白里町、大網中学校と改装を45年4、四、一増穂中学校と統合し、公明を、大網中学校と称し、大網校舎、増穂校舎を置く46年9、一新校舎の完成により、 両校舎実質統合なる47年4、14、校舎の取り壊し工事開始、旧校舎敷地は運動場となる48年12、15、屋内体育館、完成53年4、1歩道橋完成54年3、5プール完成55年3、20技術科教室棟完成58年3、1校門及び門批完成平成元年3、 24マス補中学校との分離2年2、28体育館大規模改造、部室改築完成3年3、31校舎内、トイレ全面改修3年8月屋上防水、1.2回床、体育館倉庫改修工事4年8、31校舎内部改造工事完了4年10、27外壁の全面塗装工事完了5年10、20特別教室床、 準備室床改造工事完了7年後、17、プール露化装置補修工事完了8、25校舎内部、改修工事完了9年3、30テニスコート改修工事完了、プール改修工事完了8、26体育館、ステージ改修工事完了10年後、10創立50周年記念式典11年8、12、体育館扉改修工事完了13年3、 26教室傾向等交換工事完了16年に13中庭外トイレ設置工事完了123ガス配管工事完了20年10月校舎2回西側大震工事完了20年に17地震系、設置工事完了22年31校内ラン、工事完了25年1一大網白里市二26年 3? 一体育館耐震工事完了30年10、23級給職室調理室解体工事完了令和2年、5、13空調設備設置工事完了出身者。ありがとうございます。